はーい、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えっ、ー、とですね。今ね、なんともね、あのー、あれのことがね、話題になってますね。天然なんちゃらがね。はい、えー、これね、えの、あの、なんていうのかな。いろいろね、えー、シュミュレートしてたとかね、そういった話もこう出てきてますね。はい、いまあ、そんな中ね、 面白い記事がありましたので、皆さんにご紹介します。はい。えー、リチャード・ブレストンさんっていう人がいるんですよ。本書いてる人です。はい。えー、小説なんでしょうかね、これはね。えー、その人が、はい、ろいろね、この、いわゆるね、えー、なんていうのかな、この、テロテロのことをね、テロンテロンのことをね、書いてるということです。はい。えー、いわゆるね、えー、あれですね。 バイキンマンですね。バイキンマンのテロンテロンのことを書いてるということです。はい。えー、で、えー、ちなみに、えー、1988年ですね。はい。1988年になんと、あのね、ペンペンのね、ペンペンちゃんですね。ペンペンのね、えー、タのね、ゴンゴンゴンちゃんですね。 はい、えー。これがどうやらあシュミレーとしていたということで、で、えーまあ、参考にしたあ、ねえー、本としてね、あのー、先ほど言ったね、えー、リチャードさんの、はい。えー、コブラあ、コブラなんちゃらっていうのがあるんですけど、はい。えー、それを参考にしたようです。で、このね、リチャードさんなんですけど、あれなんですよね。今でも本書いてるんですよ。 はい、えー、最新作はね、なんと、あの、デルデルチッチのこと書いてます。はい。デルデルチッチが大流行りで、えー、世界中大のね、パニックというね、小説を書いております。はい、これは何かの予告なんでしょうかということですね。はい。こういうの多いですからね、あっち側はね。 そういうことでございます。ちょっとこの、こちらの記事もね、多分貼れると思いますので、ぺったんこしておきますね。まあ、興味深いことがね、いろいろと昨今出てきますね。はい。えー、なんと言っても、あの、第一ですから、麺の液液をね、あげるのが、はい。そういうです、そういうことです。はい。えー、皆さんもね、えー、健康的な生活をしてね、 麺の液,液をねいっぱいねあ、えー、げていきましょうということで、えー、今日のね2番目の配信を終わりにしたいと思います。えー、とりあえず見に行ってください。えー、結構興味深いです、はいえー。そういうことをシミュレートしていたんだなと思ってね。はい、まあそういうことですね。えー、やる前には何かがね必ず実際に起こる前には必ず予行練習があるということですね。 はい、それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでした。